山形県西村山郡、大江町大江町は、山形県の中央部にある人口約8000人の町。1959年、あてらざわ町と、うるしわ村の合併により成立。元禄年間より、大正初期にかけ、埼玉川周運の中継地として、大いに栄えた。面積1 5 4 0 8トル、その約80%にあたる126.33。 経平方メートルが森林である。町域は山形盆地中央部西端から朝日山地東端の小朝日岳まで東西約2 4キロメートルに細長く広がる。また、東に接す,する佐賀市内及び東村山郡中山町内に複数の飛び地を抱えている。行政上、町域は東から左沢地区、本郷地区、7良県地区に区分される。町域西部は 朝日山系の小朝日岳や小地山等が連なる山地帯となっている。小朝日岳を水源とする一級河川月深川が町域の中央部を横断し、町域東端の左沢軸で最上側に合流している。月深川の本支流に沿って集落が展開しており、道下線に並行して走る主要地方道の山形県道27号、大江西川線が主要な集落をつないでいる。 集落の平均標高は二百十二メートルであるが、町域で標高二百メートル以下にあるのは総面積の十三点七パーセントに過ぎない。町の中心地は、町域東端の左沢地区であり、人口の七割超が集中している。JR アテラザー線の終点アテラザワ駅があり、国道二百八十七号及び四百五十八号が通る。左沢の市街地は、西条川が、 長い盆地と山形盆地との境界となる、峡谷部を抜けた谷口から、最上側と月深川の合流点付近の氾濫源を呼び、菓子断球場にかけて形成されている。断球面の標高は約105から110メートル程度、最上側の川物標高が約100メートル程度である。なお、左沢は南独地名であるが語源については、諸説ある。本郷地区、生県地区は、 東から、月、深川下流の谷底平野に開けた農村、月深川の河酷段球場に展開する農村、月深川の支流沿いに散在する山村の大きく三つに分類することができる。母親戦争以前は、本郷地区は松山藩宛寺沢領の一部、七県地区は芝橋大館所に、佐賀江大館所と共に、長岡大館所に統合管轄の天領であった。欠片の帰国文によれば、 CF に分類される。町域全体が、合雪法に基づく、特別合雪地帯及び、石管法に基づく、積雪寒冷特別地域に指定されている。積雪は12月上旬から3から4ヶ月に及び、積雪量は、左沢軸で1メートル前後、本号、7県地区は2から3メートルに達する。一方、下記は、フェーン現象等の盆地的特性により、 摂氏30度を超える真夏日が続くことも、珍しくない。大技本郷寺おのれ、下田原に、気象庁の雨出す左沢観測所がある。1978年、町内大技三里小技用大平において、滑水のため露出していた埼上川川床に、海牛の骨格化石を、当時、左沢小学校6年生の渡辺正則と、斉藤正弘の二人が発見した。 産出した地層は、約800万年前の上部中心塔であり、標本は体前半部の骨格がほぼ完全に揃った状態の良いものであった。歯及び肩甲骨等の性質から、中心与中期のヨルダン海牛と、先進与のクエスタ海牛をつなぐ新種であることが判明し、山形大海牛と命名されている。発見地のすぐ上流部には、明神ハゲや、 用のハゲと称されている生根化石の密集部を伴う旋回象が露出した高さ170メートルに及ぶ断崖がある。左沢軸西部から本郷地区東部にかけて、新大三系先進島である左沢層が分布しており、5層の亜丹層が確認されている。本郷丹層は、当地を中心として、北は西村山郡河北町や地、南は山形市村、 木沢まで広がっており、村山丹田と称される。最盛期には、本郷地区に三炭鉱が開発され、創業していたが、現在は全て廃校となっている。合併による、随章地名である、1956年施行の町村合併促進法に基づき、県は、漆川村による当てら沢町の九州合併を命じていたが、新設合併を望む。 左沢町の反対等により難航。最終的に新設合併で妥結したことで、当時の県知事、阿鼻子陶基吉によって、新町名として命名された。阿鼻子は、秋代初期の詩人、後継の詩、東近両受け代持ち、大江などを引きながら、芋川峡谷,谷を抜けてきた西条川がこの地で大きく屈曲し、初めて大江の景観を呈することからの命名であり。 平安時代末期に、大江広本が当地を含む佐賀僧を領有して、以来約400年にわたり繁栄し、当地で滅亡した大江氏からの連想は、本義ではないとしている。諸説あるが、主に人口に解釈しているのは、以下の説である、松山藩アテ沢領であったうちの、小漆川上司より、西側、元王技本郷土の都異性を総称した江戸期の、呼び名、本郷組に基づく。 天領であった、現帳域のうちの大和ぬくみ伊勢のぬきみ村、沢口村、柳川村、黒森村、小柳村、正木世村、勝尾村,村の七家村を総称した江戸期の呼び名、七県組に基づく。一石により、少なくとも後期旧石器時代から定住が確認されている。同時代の重要な遺跡として、大技左沢あざきの沢に存在する金、八原遺跡がある。 この遺跡から当地にかなり大規模な石器製作所があったと推察されている。縄文時代の遺跡はその多くが大技証券から大技柳川までの月深沿いの貸し団球場に立地する。中でも大技協場にある協場遺跡からは当地が石器の産地であったことを示す。出土品が確認されている。当地の石器製作は 山形県中央部の出羽山地にそっと南北に走る草なぎ草からもたらされた形質結岩を背景としたもので同様の石器製作遺跡は月、深川流域に色濃く分布しているこれらの石器製作遺跡で作られた石器は大羽山脈を越えて宮城県の縄文時代の遺跡からも出土している古墳の状況から6世紀には陶地が含まれる山形盆地一帯に 山王権の勢力が及んでいたと推察される。646年までには統治を含む最上軍及び追玉軍が道の区国として山和朝廷の支配下に組み込まれたと考えられる。712年9月に越後国で和軍が出和国に昇格。同年翌月、道の区国より最上軍、追玉軍が出和国へと割上。なお、この時期、最上軍は もかみ氷とも書かれていたようである。平安時代初期の886年に、最上軍が村山軍と最上軍に分割され、当地は、出和国最上軍下となる。前述の京城遺跡からは、この時代の縦穴式、住居跡も検出されている。また、佐賀市内にある飛び地及び大技藤,藤田などのいくつかの遺跡において、同時代の末期用が検出されている。 11世紀初頭までには、当地を含む西条軍へ探そうは、石棺化荘園として成立していたとみられ、平安時代を通して、ほぼ石棺化に伝領された。1189年鎌倉幕府の初代マンドコロベットであった大江広元が、西条軍家の探そう及び、大玉軍全域の地頭に部任された。1192年総領である大江地下広が、 佐賀イの自頭職を相続し、以後、親広の子孫が伝領、13世紀末頃、広本の四世今後元県の代に、初めて当地に入部したとされる。南北朝時代に入り、南朝方に組みした元県の子元姓は1359年北朝より、派遣された柴金よりとの戦で討ち死に、後を継いだ、現世のこと気持は一族を、佐ガイ各地に配置し、 防御に備えた。当地には、次男大江元寺が廃され、左沢立山城に寄った。1368年、元時は、芝も小神市との漆川の戦いで敗れ、小木袋盾に寄っていた次男大江冬聖羅一族、六十数名と自陣。しかし、元時の長男宇治政らは立山城に残存し、後に、左、沢氏を少子国人としての独立性を高めていった。 1584年、もがみよしみつの攻勢を受けた、佐賀江大江市18代高本は敗走し、ぬくみ立てで自陣。大江市は滅亡し、佐賀江僧であった領域はすべてもがみ氏の支配下に入る。1600年、慶長では合戦が起こると、上杉市の別動隊により攻撃を受け立て山城は、陥落する。もがみ氏の下では、長江門が治めた。1622年、 最上市の海域により、左沢藩1万2000国が成立し、堺直司が封じられた。直司は、当初、左沢立山寺郎を藩長としていたが、ほどなく小漆川城を築城し、城下町の整備を行った。1630年、直司は死死なくして没したために絶景。左沢は就航され、天領となり、庄内藩の安土を経て、1632年に、 庄内藩丸岡寮との交換が成立し、庄内藩寮に組み込まれた。これは、日ご藩の改役に伴い藩主、加藤忠宏が、庄内藩預かり処分となった後、庄内藩丸岡寮に、では丸岡藩一万国として封じられた処置による、ものである。1648年、庄内藩より、松山藩が、文治の折、現、左沢及び、本郷地区は、 松山半領となる、1868年、母親戦争後の処分により、天領であった玄七建築及び、棚倉半領となっていた玄、左沢塾大浅美里が、坂田民政局に行かん、議長、編集会派、編集主な企業、編集郵便局、編集金融、編集県庁所在地の山形市までは、車で30分程度、JR 当てら沢線で45分。 佐賀市中心部までは、車で10分弱、JR アテラザー線で15分程度。山形空港までは、車で約20分、公共交通のみを利用する場合は予約制バスと JR アテラザー線の乗り継ぎで約50分。最寄りの国際空港となる仙台空港までは、車で70分程度、公共交通のみを利用する場合は JR アテラザー線と、 シャトルバスの乗り継ぎで、約2時間20分。左沢駅、あてら沢駅、ホーム川、柳川温泉。山形県林業統計平成28年度。山形県農林水産部林業振興課。P12、2018年10月3日閲覧。AB、大江町と西条川の流通。往来の景観保存調査報告書。大江町教育委員会。 P3、2017年11月16日閲覧、大江町地域福祉計画、大江町、PP4 から5、2017年11月16日閲覧、大江町と最上側の流通、往来の景観保存調査報告書、大江町教育委員会、P227、2017年11月16日、閲覧、左沢観測所平年値気象庁、 2017年11月16日へ閲覧。左沢観測所観測史上1から10位の値。気象庁。2017年11月16日へ閲覧。高橋静夫、ドムニング DP、斉藤つねまさ、ステラー大海牛の直径の先祖に位置づけられる、山形県上部中心島産哺乳図な海牛めの、新種寿司試練ではな、日本古生物学会報告、記事。 新編1986年1986巻141号、P296 から321、ドイ 10.、10.14825、PRPSJ1951.1986 14、141296山形大怪牛化石山形、県立博物館5万分の1地質等復、左沢説明書山形り、 山形盆地西部左沢大井沢地域の地質。山形大学企業4、217から228、植地虎次郎、石炭地質学は単編多くもご主編。皇太子大前週巻11、中華民国商務院員所館、P58、2018年10月3日閲覧。では国風土、略期間の10、柳田国夫、地名の研究、山中上太、地名語源辞典。 安次博道、藤井次郎、野田文六、新鮮鉄道旅行案内、黒田義夫、一人の彼方へ、茅野茂、茅野茂の愛の五時典、ハット AB、大江町遺跡一覧、山形県教育庁文化財、生涯学習課。2017年11月16日閲覧、AB、山形県遺跡地図左沢、山形県教育庁文化財、生涯学習課、 2017年11月16日閲覧。AB、大江町と最上側の流通。往来の景観保存調査報告書。大江町教育委員会。P29、2017年11月16日。閲覧。山形県遺跡地図鑑に。山形の古墳とその時代。山形県立、浮っ無たむふどき農家高古資料館。P39、2017年11月16日。 閲覧、日立国風土記、日本初期、俗日本記、俗日本記、俗日本記、平城宮3-3028、奈良国立文化財研究所、2018年10月3日閲覧、平城宮、第37.3940.41時、発掘調査外報、奈良国立文化財研究所、1967年、2017年11月29日、 閲覧。日本三大実録。大江町と最上側の流通。往来の景観保存調査報告書。大江町教育委員会。PP30 から33。2017年11月16日。閲覧。角川日本地名大辞典六佐賀市市。編纂委員会。佐賀市市。上官。1994. もがみよしみつ文言町2300国。 大江町と最上側の流通、往来の景観保存調査報告書。大江町教育委員会。p p 七十から七十一、二千十七年十一月十六日。閲覧。大江町議会議員名簿林検は、良きスケット山形の自治体。宮城に支援続々二千十一年四月十六日閲覧。空港ライナー。山形空港。二千十八年十月三日閲覧。 ハイウェイバス、山形駅前仙台空港、山港バス、2018年10月3日閲覧、ABC、平成30年度大江町公共交通機関時刻、表、大江町政策推進課政策推進係、2018年10月3日閲覧、栄光の記録第1回大会第5回、大会全国高等学校剣道選抜大会、 大変で左さあ小学校だより、ハット ABCDEFG、大江町立本郷東小学校平成28年度学校要欄。大江町立本郷東小学校、2017年11月16日閲覧、広報大江、国指定文化財等データベース、文化庁、2018年10月3日閲覧、国指定文化財等データベース、文化庁、 2018年10月3日閲覧、ありがとうございます。